坂田寛太坂田寛太12月13日から1958年10月18日は、日本の内務官僚、政治家、実業家、県知事、貴族院議員、旧姓、水谷。山口県出身、水谷良高の長男として生まれ、叔父、坂田正雄の養子となる、東京婦人城中学校、第一高等学校を経て、1903年、 東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。内務省に入り、神奈川県属となる。1904年11月、文官高等試験行政科試験に合格。以後、神奈川県私学官、同事務官、第二部長、内閣書記官兼総理大臣秘書官、福岡県事務官、港務部,部長、農商務大臣秘書官、内務省参事官兼内務大臣秘書官などを歴任。 1916年4月、愛媛県知事に就任。1917年1月、香川県知事に転じた。1919年4月、同知事を休職。同年5月22日、伊岸面本館となり退官した。同年5月、高松市長となり、1920年5月まで在任。その後、実業会に転じ、大阪合同防石取締役。 阪神国道自動車社長、川崎重工業監査役、大阪経済会場無理事などを歴任。1946年6月8日、貴族院直選議員に任じられ、同和会に属し、1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。ありがとうございます。